B65 型超高型巡洋艦とは、日本海軍が計画した巡洋艦、または巡洋戦艦である。老朽化した混合型戦艦の代艦として、野戦で水雷戦隊を支援する役割を与えられる予定であった。巡洋戦艦並みの戦隊と装備を持ち、大和型戦艦に類似した外艦を持つ。第5次海軍軍備充実計画で2隻の建造が計画された。 本型は、丸5計画から、改め丸5計画への見直しの際に、航空母艦の重要さから計画から削除され、2隻とも、建造中止となった。日本海軍の艦隊決戦計画では、主力部隊同士の艦隊決戦の前夜に、従順戦隊及び、水雷戦隊からなる4軍の襲撃軍によって、構成された野戦部隊によって、敵主力艦隊に、 夜間大撃戦を実施することになっていた。しかし、計80隻以上にも及ぶ大艦隊を指揮するに際した顔型重巡洋艦を機関とした場合、特に司令部要員の収容及び通信能力の観点から能力不足であると認識されるようになっていた。また重巡洋艦の火力で敵警戒部隊を突破するのは困難と考えられていた。 そこで14インチ砲8問を持ち速力30ノット、発揮可能な海藻春名型戦艦に野戦部隊の支援を行わせ、数的優位に立つアメリカ海軍の巡洋艦を撃破しようとした。だが混合型巡洋戦艦自体も大海藻により能力向上を果たして高速戦艦に変貌してはいるものの、慣例が25年に達していたために早期に大艦を、 建造する必要性があった。また、軍縮条約決裂時には最上型巡洋艦や、トネ型巡洋艦の手法を8インチ法に換装する予定だったが、それでも威力不足と判断したのである。その上、アメリカが6インチ法3幻想法と動きを搭載した1万トン級巡洋艦を多数建造しており、この新型巡洋艦に対抗する必要も生じていた。 このような経緯を踏まえ、日本海軍は有力な指揮施設、機関装備を持ち、混合型に匹敵する火力を持つ艦を計画した。これが、高型巡洋艦を超える巡洋艦、ということから、超高型巡洋艦計画として計画された、本型である。丸5計画と丸6計画では超高純水艇6隻が建造予定であり、造船能力拡充のため丸5計画において、 大分県の大宮村に新型戦艦用の海軍交渉を建造予定であった。同時期、ドイツ海軍はドイツラント急走交換を完成させ、刺激を受けた列強各国は高速戦艦の開発に乗り出していた。一例として、フランス海軍はダンケルク級戦艦を収益させた。アメリカ海軍もアラスカ級大型巡洋艦の建造に着手しており、 これに対抗する目的もあった。本型と同時期に設計された新戦艦、ヤマトの大やけ試み中の写真。本型の外観の特徴としては、現代に残る資料で見られる上部構造物の形状や手法レイアウトがヤマト型戦艦に告示していることが挙げられる。本型の戦隊は平ら艦型戦隊であるが、同時期の従順洋艦と同じく艦首の還元は高く。 看板も強い視野が付けられていた。監視看板に新設計の手法を3連装砲塔に収め1番2番手法等を背負い式で2機配置した。2番手法等基部から上部構造物が始まり、司令塔の背後に大和型に酷似した塔型環境が立つ。また、球場監視の採用なども見られる。環境のレイアウトは上から即挙義等、戦闘環境、 相田環境の順である。環境の背後には斜めに傾斜した集合型煙突が立ち、周囲は関西亭置き場となっていた。煙突の後部で環状構造物は終了して中央部甲板上に水蒸気車出用カタパルトとクレーンが配置し、このクレーンは関西亭運用も兼ねていた。左右の原則甲板上には98式1 0トル広角砲を、 爆風よけのカバーをかぶせた、連装砲画で等間隔で片ゲみ四4機ずつ、軽発機を配置した。水上機施設の後部には、後部即居技等を配置し、後部甲板上に3番手砲塔を後ろ向きに1機が配置していた。本型の最大の特徴は、アメリカ海軍のアラスカ級大型巡洋艦に搭載されたマーク82インチ50後継砲に対抗し、 土球戦艦並みの後継である 31cm50 後継砲を新規に開発し、これを採用予定であったことである。本型の手法は 31cm50 後継砲を新規に開発し、これを搭載するものとされていた。ただし、本砲は姿勢を通報として試作が計画されていたが、実際には製造されず、また、正式化されなかったため、 詳細な要目は不明である。超古順は、アラスカ型に対抗するため 36cm 連装砲を搭載することを検討していたが、新型 31cm 砲の性能は、射程距離以外で 36cm 砲の性能を、凌駕しており、見送られたという。手砲以外の砲は、水上砲専用の副砲は搭載せず、広角砲として、 新型の98式 10cm 広角砲を採用予定であった。近接対空火力は96年式 25mm 機銃を3連装砲がで4機、93式 13mm 機銃を4連装砲がで2機を搭載予定であった。魚雷の搭載は見送られた。14インチ防御を施すと基準排水量4万トンを超える大型艦となるため見送られた。 本型の防御面での特徴だが、海軍の要求では31センチメートル砲弾に、対しては2万メートルから3万メートル、800キログラム爆弾の急降下爆撃に耐える防御が計画された。装甲の防御配置は集中防御方式を採用するとともに、原則装甲は大和型と同じく下部に行くほどに、テーパー状されたものを傾斜して装着する形式で、 原則走行の最大圧は1 9 5ト、mm、ルであった。艦板も主艦板は1 2 5ト、mm、ルの一枚板とした。中型戦艦としては列強各国の同級艦に見劣りしないが、戦艦としてはやや弱体であった。火事の配置は大和型と同様に、半釣り間の主だと小型の副火事のタンデム配置となっていた。砲塔走行は不明である。 一部資料では、バーベット部は全面装甲を 210mm、後面 190mm とする。31cm3 連装砲塔の重量や、約1000トンに達し、長戸型戦艦の 41cm 連装砲塔に匹敵する重量があった。1930年代中盤のアメリカ海軍は、ドイツ海軍のポケット戦艦や、 日本海軍が建造予定とされた新旧大型巡洋艦に対抗する必要に迫られていた。この長江型巡洋艦に先行してアメリカ海軍が建造した艦がアラスカ級大型巡洋艦である。この両艦を比較すると同サイズの艦艇同士の戦闘を目的として建造された艦に見えるが、洋兵上から要求される建造目的及び技術的な設計思想では、 相当異なる。超古順は、記述の通り混合型戦艦の代艦であり、野戦部隊の機関として建造され、敵主力艦に味方水雷戦隊が接近するために、敵警戒部隊を排除する役割を担った。巡洋戦艦的な性格が強く、時間手法への対応防御を施し、防御構造をはじめとして、大和級戦艦の技術的影響が随所に確認される。 一方で、在来の重巡洋艦とは、船体構造や対岸、水中防御等で、直接の影響下にはなく、単純に大型化した巡洋艦と呼ぶのは、不適切と言える。一方、アラスカ級の建造目的は、当時アメリカ海軍が想定した在来の巡洋艦の延長線上と言えるものであり、そこから想定される戦闘で、遭遇した条約型巡洋艦や、 通称破海艦を一方的に撃破できる能力を有すること及び、条約型巡洋艦を超えた巡洋艦キラーとなる大型巡洋艦の出現に対抗できることを目的としていた。設計思想でも防御の基本計画、特に水中防御構造等は巡洋艦式設計の延長上にあり、また対岸防御も時間の同級法よりも 海の巡洋艦の攻撃への十分な対応防御を期することが設計上の重要な議論であり、文字通り大型化した巡洋艦として計画、建造された。アラスカ級はアラスカ、グアムの2隻が収益し、太平洋戦争で空母の護衛や大地艦砲射撃に従事した。結果的に戦前に想定した活躍の場はなく、 また高速化した戦艦とのプラットフォームとしての余裕の違い、建造、運用コストでの優位性の比較、及び実際の艦の操打性の悪さなどから失敗としての評価が多くなされている。そのため日本海軍が超高順を実際に建造した場合も同様の結果になったのではないかという意見がある。しかしながら超高順の場合は上述の通り、 アラスカ級とは若干の性格の違いがあり、また現実に実戦で国使するほど活用された混合型の代官として建造されるというアメリカ海軍にはない観点がある。実際のところは単なる計画のみで終わったために、建造、運用実績に基づく評価ができず、評価は推測の域を出ない。ありがとうございます。